はい、どうも皆さんこんにちは、タヨウタです。今日からですね、ナルト疾風伝ナルティメットブレイジングっていうスマホのアプリゲームの方、やっていきたいかなと思います。まあね、こちらの動画に関しましては、定期的っていうよりは不定期になるかもしれないんですけど、まあね、自分ナルト結構好きなので、まあナルトね、まあ、無印から疾風伝まで、まあ一応ね、全部見てますんで、やっぱナルトね、好きですから、ちょっとね、また新しいアプリが出たということなんで、まあ、最近ね、まあ、スマホのアプリゲームあんまりやってなかったんでね、ちょっとやってみようかなと思います。でね、一応ね、キャラクター、まあ、リセマラね、結構時間かかるので、まあ、そこはね、すでに終えてありますよ。ポチッとね。データのダウンロード中でね、若干ね、もしかしたら、この画面のね、やつと若干ね、自分の声と若干ずれてるところあるかな。もしかしたら若干遅延が出てるかもしんないんですけど、まあ、自分ね、ちょっと Android の、まあ、スマートフォン使ってるんですけど、そいつがね、あんまりね、新しいスマホじゃないんですね。なんでね、HDMI 端子に対応してないんで、そこがね、ちょっと残念なんですよね。まあね、一応画面をキャプチャーでき、なんとかキャプチャーはね、できてるんで、まあこの感じでやっていこうかなとは思うんですけど、はい。でね、今、忍びランク4なんで、まあチュートリアルが終わって、で、チュートリアルが終わると、まあ今ね、てか、そもそもこのアプリの方がね、7月の14日に、リリースされたばかり。でね、今日がね、7月の19日なんで、まあリリースされて5日目と、まあ、いうところなんですけど、リリースされてからね、確か21日までだったかな、は、ガシャの方がね、通常50で充電できるんですけど、それがね、まあ、30個で、まあ、充電ができますよと。まあ、こちらね、初回のみとなっているので、これですね。リリース記念ガチャ。で、今なら星4以上の出現確率がアップと。で、このね、出てる、4体かな。この渦巻ナルト、畑カカシ、あとガーラですね。うちはさすけにガーラ、あと畑かかし、この4体については、まあ、星5なんですけど、まあ、星6に、まあ、進化できると、まあ、いうね、まあ、現在の、リセマラの当たりキャラになってますね。個人的にはね、ガーラね、結構好きなんで、まあ、ガーラが欲しかったところはあるんですが、まあ一応ね、リセマラの中で、まあ、ナルトがね、まあ、この一番左に映ってるナルトが当たったので、このナルトでね、進めていこうかなとは思います。で、このナルトも一応星6にね、まあ、進化できるっていうことなんで、で、一応まあ評価とか見たんですけど、まあね、射程はね、まあそんなに広いってわけでもなく、まあ狭くもなく、まあ一応中と。で、一番射程が広いのがガーラで、まあ大ということになってるんですけど、まあ、畑かかしもね、いいかななんて思ったんですけど、まあ、なんとなくね、まあ、ナルトでいいかなっていう感じですね。しかもね、ここら辺まだね、疾風伝。でもまだこれ、あれかな。このガーラはまだ火影じゃない、砂影じゃない、風影か。風影になる前のガーラですね。で、ナルトも、まだね、まだ少年の時のナルトですよね。いやー、結構ね、ワクワクしてますよ。でね、自分まだね、始めたばかりなんで、まあ、いまいちね、このシステム的なところがまだ分かってはいないんですが、ですね、とりあえずその30個で、ガチャの方もね、
まあ動画として撮れればよかったんですけど、ちょっとね、もしかしたら時間かかるかなと思って、まあそこはね、あの動画外でぐるぐる回してたんですけど、ニセマナ的にはね、3回目でとりあえずナルトが出ましたね。うん。まあ一応ね、星5以上が 12% っていう確率らしいので、結構ね、出やすくなってるみたいですね。うん。でね、一応パーティーの方は、まあナルト、あと星がキキサメ、あとジローボーにオロチマルに、3代目ですね。っていうパーティー。まあこれとりあえずね、あの今持ってるやつ強そうなやつを、散りばめています。うん。でね、本当はね、ちょっとガチャの動画から入りたいところもあったんですけど、まあとりあえずね、まあもうすでにね、かなりランク高い方いるかもしれないですけど、まあストーリーとかはね、まあ、ちょびちょび進めていこうかななんて思ってます。どうしよっかな。単独任務で行ってもいいし、まあね、石をね、まあ集めるんだったら仲間と行った方がいいみたいなんですけど、まあ、とりあえず単独で行きましょうかね。まあマルチはね、裏でも進められるからね。うん。まあここら辺は適当に。で、まあ、このゲームのシステムとしては、あ、こういう感じの出るんだ。へへへ、見つかっちまったか。まだ術1個もしか覚えてねえのに。ここで術の練習を？こんなになるまで？あのさ、これからすんげえ術見せっからさ、それできたら卒業させてくれよな。いやね、これ懐かしいっすね。いや、これね、少年期の時の、誰だったっけな、名前までは覚えてないんですけど、あの、誰かにね、そそのかされて、ほかげのね、あの、秘伝書の巻物、この背中に背負ってるやつがそうなんですけど、これをね、まあ、取ってきてくれと、まあ、言われて、まあ、ナルトはね、それを信じて持ってきてしまったんですよね。で、この時にね、覚えた術、皆さん覚えていますでしょうか？この巻物の術を見せれば卒業間違いねえんだろ？誰がそんなことを？水木先生だってばよ。そうそう、水木。そう。水木だぞ。よくここが分かったな。いやー、これも名シーン。なるほど、そういうことか。ナルト、巻物を渡せ。あのさ、どうなってんのこれ。ナルト、巻物は死んでも話すな。それは禁じ手の忍術を記して封印した危険なものだ。そうなんですね。この巻物から、あの、ナルトの有名な術、多重影分身。あれがね、この中に入ってるんですね。任務開始と。でね、このキャラクターを、まあ、スワイプすることで、あの、スワイプして敵にこう、ちょんとね、こうやってやることで攻撃できるんですよね、このゲームは。うん、こういった感じ。で、こう、味方の近くに行くと、こうなんか連携技がね、あの、できたりとか、そういう感じもあるんですけど。なるほど。まあ、この辺は難なくいけるんじゃないかな。お、増えてくるね。よしと。こうやってね、あの、キャラクターに近づくと連携技ね、が出たりとかしますね。うん。ジローボーはこのままいけるでしょう。強敵襲来。
まあ、これがね、一応ボス戦ですね。ナルト、イルカはお前がそれを持つことを恐れているんだ。何を言っている水木。本当のことを教えてやるよ。バカよせ。12年前の事件以来、里にはある掟が作られた。それはナルト、お前にだけは決して知られることはない掟だった。俺にだけ？何なんだその掟って。やめろ、水木。ナルトの正体が化け猫だと口にしない掟だ。いや、悪い顔してるね。つまりお前が里を壊滅させた九尾の陽子なんで。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。お前なんか誰も認めやしない。いや、また名シーン見せちゃいましたね。いやーね、あそこでね、こうナルトがね、もう泣いて暴走しかかるんですけど、まあそこをね、こうやっぱイルカ先生がね止めてくれるんですよね。任務達成。まあこういった感じでね、まあ操作は本当に簡単ですね。まあスワイプして敵に近づけるとか、スワイプして仲間に近づけてですね、その近づいた時に仲間のスキルをね、仲間のスキルで強化されたりとか、まあ、回復してくれたりとか、まあ、あとはね、攻撃力が上がったりとか、防御力が上がったりとか、そういう感じみたいですね。死ね、ナルト！うわぁ！ナルト、伏せろ！これまた名シーン。なんで？同じだからさ。俺な、両親が死んだからよ。誰も俺を褒めてくれたり、認めてくれる人がいなくなった。寂しくてよ、クラスでよくバカやった。人の気を引きつけたかったから、ずっとずっとバカやってたんだ。苦しかった。そうだよな、ナルト。寂しかったんだよな。苦しかったんだよな。ナルト！あの巻物さえ手に入れば、入りゃそれでいい。お前は後だ。させるか。いやー、名スイーンですね。いや、あそこでね、水木が追いかけてくるんですよ。まあ、フレンドとかはね、まあ、まだいいかなーなんて思ってますね。うん。パーフェクト。で、プレゼントもね、結構ちょびちょびもらえるんですよ。まあ、これはね、ステージクリアの報酬ですね。で、ここら辺もね、まだ使い方がよくわかってないんですけど、まあ、一番下のはなんか、その友情ポイントみたいな感じ。で、一番上は普通にお金ですよね。で、真ん中がね、多分強化素材とかそこら辺だと思うんですけど、はい。てなわけでね、今回自分もね、このナルティメット、なんだっけ。ナルトブレイジング、ブレイジング、ブレイジング、ブレイジング。やばいな。すっかり名前を忘れてしまった。まあ、通称ナルブレと呼ばれてるみたいですね。うん。このナルブレをね、ちょっと始めてみたんですけど、そうですね。ナルト好きにはね、たまらない要素になってるんじゃないでしょうか。まあ一応ストーリーは本当にね、まあストーリーに沿ってるみたいで、まあどこまでのストーリーがね、こう実装されているのか今はまだわかんないんですけど、ちょっとね、毎回ストーリー一個ずつ進めていこうかなと思ってます。うん。
まあ、できるだけね、せっかくね、まあ、リリースされたばかりなので、まあ、ちょびちょびやっててね、なんかいつかこう、火影になれたらいいなみたいな感じ。なんでね、まあ、一応グリーで出してるゲームみたいなんですけど、皆さんもね、もしナルト好きな方、あとね、まあ、ナルト、まあ、ナルト好きな方とか漫画で知った方とかね、まあ、ナルトのゲームね、いろんなやつ出てるんですけど、まあ、手軽にできるスマートフォンのゲームもどうでしょうかね。まあ、自分もね、とりあえず、強くなれるようにね、まあ、ちょびちょびやっていこうかなと思います。てなわけでね、まあ、今回は、まあ、ストーリー1個進めて、まあ、あとね、アプリの紹介と、まあ、こんな渦巻きナルトの星5、まあ、当たったんで、まあ、これで進んでいきますよというご報告になります。まあ、あとね、まあ、ストーリーとかもあるし進めていって、またね、この、これ魔法石じゃなくて、これなんだっけな、石の名前もね、忍宝石。そう、忍宝石ね。この忍宝石っていうのが、溜まると、それでガチャを引けるんですけど、まあ、これがね、また溜まったりしたら、まあ、それでね、ちょっとガチャとか引いて、またね、ちょっといいキャラ増やしていきたいなと思いますよ。一応、今のところはね、ちょっと無課金である程度進めていこうかなとは思っていますが、とりあえず無課金でね、頑張ろうかなと思いますけど、自分大概ね、ハマったゲームって課金しちゃうんで、できるだけね、ちょっと無課金に進んでいきたいなとは思います。まあね、ちょっとガチャでね、欲しいキャラが実装されてしまったら、それはね、ちょっと危ないっすね。てなわけで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。